二代目実川学十郎から1867年3月27日は幕末の上方の歌舞伎役者。矢号は五津屋。背名に縁弱、延べ章がある。京に生まれ、大阪南本町で育つ。幼くして、初代朝尾学、十郎の門人となり朝尾万吉と名乗る。素質が認められて、死の養子となり、文化十四年。 朝尾縁三郎と改名する。1833年養父の改正に伴い、実川縁三郎と改名。その後、主に上方を中心に、名古屋の舞台活動を行う。紅花四年大阪中の芝居で、新十重五つの講や特命で養父の十三回忌を行う。慶応元年春、二代目実川学十郎を襲名する。世話物の立ち役を得意とし、 幕末の上方歌舞伎において和事の名人と言われた。天保十一年頃から眼病に侵され、慶応二年に完全に失明して、猛の飛体重労とあだなされた。それでも絵本大好期の竹地光秀を務めたが、ある日熱縁のあまり二重屋台から足を踏み外しよろめいてしまった。この時伴奏の三味線がとっさの起点でズズズズンと弾いたのが評判となり、 これが現在に伝わる方となっている。門人には、初代実家は炎尺、初代実家は八百造、二代目、実家はブローらがいる。ありがとうございます。